米メディアは FBI の捜査により大谷翔平は賭博スキャンダルの被害者だったと判明。通訳は起訴へと報じた。これを受け、SNS 上で根拠不明の憶測を垂れ流したインフルエンサーが非難を浴びている。2チャンネル創設者ひろゆきこと西村ひろゆきさんは3月26日、YouTube で配信した動画で、この問題に言及。水原さんが希代のハッカーであるか、もしくは大谷さんが手伝ったということじゃないとちょっと無理があるなどと持論を展開。完全に名誉毀損、手をついて詫びろ、ペテン師、などと叩かれている。この他青汁王子こと三崎優太さん、堀江門こと堀江貴文さん、大谷に対して、様々な憶測を語っていた。大谷はこのようなやからから憶測で誹謗中傷を浴び続けている。これは今回に限った話ではなく、野球選手として注目を浴び出してからずっとや。この件に限らず、また多くの人が、2時間ドラマの素人探偵のようにいろんな憶測を重ねてストーリーを作る作業をする人が散見されるよな。本人に知られずに送金することや本人が知らないってことがあり得るわけないとまで断言してたよな。知ったかぶりしてるだけでアメリカの銀行の仕組み何もわかってないんじゃね。って思ってた。一番の問題はテレビ雑誌のマスコミでしょ。憶測だけで各放送する。コメンテーターや評論家などは公的な資格があるわけではないので、この連中の言うことにいちいち反応してもつまらんと思うけどな。そもそもここに出てくる有名人たちはその場の気分で発言して、相手に被害があろうがその責任とか取るつもりもないからね。彼らがやってるのはアテンションエコノミーだよね。情報の質よりも人々の関心や注目を集めて利益を得る。登録変更をどうやったのか出されてないし、一切関与してないとはまだ言い切れないけどな。問題なのは、こういういい加減な憶測を垂れ流す人材をメディアが記事として取り扱うことやろ。全く関係ない内情も知らん人たちがこぞって自分だけは真実に気づいてるみたいに話すのは何なんだろうな。